中西勝則6月15日隊は日本の銀行家。静岡銀行代表取締役会長。静岡県経営者協会会長。静岡県神原町にて運送業を営む家庭に生まれる。父が中学3年時に病死し、長男である中西は家計を支えるため。 実業高等学校へ入学すべきか悩んだ末に、清水東高校への進学を選択した。また、小学校から高校まで児童、生徒会長を務めた。高校卒業後、理系の国立大学への進学を希望していたが、不合格であったことから併願していた、慶応義塾大学小学部に進む。同大時代には学費こそは母に負担してもらったが、 生活費はすべてアルバイトで捻出した。大学卒業後は、母子家庭であったことから帰郷し、静岡で就職しようと、県職員も考慮に入れたが、実業に惹かれたこともあり、静岡銀行への入行を決めた。初認知は、清水支店であり、入行5年目には転勤希望先の一つであった、調査部に配属され、足しげく工場などへ出向くなど、 現場主義を貫いたほか、キャッシュフロー分析を教え込まれた。1992年、当時最年少で富士宮北支店に、支店長として赴任。その後、新通、三島の支店長を歴任した。2001年役員に昇格。常務執行役員在任時には、企業を支援するグループを創設。それを後に、企業サポート部と発展させるなど銀行と、 中小企業の関係強化の施策を手掛けた。2005年6月、当時の地銀会では2番目の若さで頭取りに就任した。また2011年6月には、特定の銀行のみが会長を務めることは、負担が大きいとして、輪番制とした、地銀協会長に、諸田光一以来34年ぶりとなる生え抜きで就任し、2016年6月から2度目の、 同会長を務めた。東ドリー在任時には、リーマンショックやマイナス金利、相次ぐ、地銀再編など環境が変化する中、県内外で、事業拡大に努め、16年3月期時点で、総資産11兆円余りと地銀鬼という、国内有数の地銀としての存在感を強めたほか、マネックスグループなどに出資し、異業種との連携を進め、2017年6月に、 代表取締役会長に退いた。ありがとうございます。